Salut tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Soldier Soul, partie 21. Sur ce, bon visionnage. Poseidon の陰謀により、ヒルダが操られていたことを知ったジークフリート。ジークフリートは、ゴッドウォーリアとしての誇りを守るべく、自らの命を犠牲に、セイレーンのソレントを倒した。しかし、そうしているうちにも、アテナの命の炎は、刻一刻と消えようとしていた。フン、ソレントめ、口ほどにもない。しかし我がゴッドウォーリアは全て倒れたとはいえ、その役目は十分に果たしてくれた。なんだって？もはやアテナの死は確実。これ以上お前に何ができる？何としてもバルムングの剣を手にしてみせる。七つのオーディンサファイアはすでにこの手の中に。あと少しなんだ。あと少し。間もなくアテナは死に、このヒルダがポセイドン様のもとで地上を支配するのだ。邪魔はさせぬ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。はい、と。はっ、やっ、そこをどけ、ヒルダ。ジークフリートの死に何も感じなかったのか。やっ、黙れ。もうすぐ全てが終わる。お前こそおとなしくしておれ。ペガサス、はっ、ペガサス、はっ、流星ペガサス、あと少しだと。邪魔をするな。達者なのは口だけのようだな。俺のコスモ、コスモがみなぎる。ペガサス流星剣、終わりだ。この残されたわずかな時間に、おのれ、アテナを救うことはできないのか。ヒルダ、目を覚ましてくれ。ペガサス流星剣に、お前たちは、ペガサスって無駄になる。流星剣、アテナのコスモが消えてしまう前に、このオーディンサファイアを行かせるか。ペガサス流星剣、ペガサスローリングスクリーム。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。コスモが消えそうだ。アテナを、アテナを救うんだ。オーディン、この俺にバルムングの剣を、アテナを救わせたまえ。オーディーンよ、俺に答えてくれ。なぜ答えろ、オーディーン。ペガサスよ、北極海を望む開国アスガルドは太古の昔より海のサンクチュアリの勢力下にあり、いわば属国も同様。つまりアスガルドの神オーディーンも海王ポセイドン様に逆らうことなどできるはずがないわ。バカだ。ではどうやってアテナを。アテナは救えぬ。そしてお前もアテナと共にメイドへ行くのじゃ。
ニーベルンゲンリングよ、我に手向かう者どもに大いなる怒りを与えよ。オーディン！何？オーディン・サファイアが。なんだあれは。まさか神話の時代、オーディーン自らまとったと言われるオーディーンローブ。しかしオーディーンローブが一体どうして。俺のクロスが。オーディーンローブが聖夜に。オーディーンが自らのゴッドローブを、バルムングの剣をセイントに与えるとは、オーディーンがアテナのセイントに味方するとでも。オーディーンよ、俺はあなたを信じる。私に服従するなら命だけは助けてやるぞ。ファイト。このヒルダにとって神はもはやオーディンではなく、海王ホセイドン様なのだ。オーディンローブなど恐れはせぬ。これがバルムングの剣なのだ。この剣によってのみヒルダにかけられた魔力を解き放ち、アテナを救うことができる。アテナを、もらった！レードインフロザー！バルムングの剣よ！アテナと共に死ね！ペガサス！ペガサス！流星剣！バルムングの剣よ！しかし、すべては手遅れだったようだな。アテナのコスモは今にも死にゆくしているぞ。急がなきゃ。このままだ。バルムングの剣よ。こういうときだ。アテナが倒れて。燃えろ。俺のコスモよ。究極にまで自分の弱を出す。俺にが真の激闘の力を与えてくれ。アテナを救うまで俺は倒れるわけにはいかないんだ。ウィナー、素直に服従していればいいものを。セイヤ、セイヤ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。諦めてはいけません。負けてはいけません。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ファイト。俺が倒れて、誰がアテナをこの地上を守るんだ。バルムングの剣よ、コスモよ、目覚めよ。セブンサーキズン、ペガサス、バルムングの剣よ。帝王、ウィナー、素直に服従していればいいものを。セイヤ、セイヤ、どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。諦めてはいけません。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。今こそ燃え上がれ、
俺のコスモよ。ファイト。メイドへ行くのだ。しかし、すべては手遅れだったようだな。アテナのコスモは今にもついでようとしているぞ。急がなきゃ。このままではギルダの呪いを解く前にアテナが倒れてしまう。はっ、メイドへ。おふれ、今こそ弱を倒せ。まだあがくか。アテナと共に死ね。バルブングの剣よ。ペガサス流星剣。ペガサス流星剣。ルーム、ウィナー、バルムングの剣、恐ろしい強さだ。チェッ、しくじったぜ。ペガサス、お前に私が斬れるのか。どうしたペガサス。このヒルダを斬れるものなら斬ってみよう。本当にこの剣を使うことによってヒルダの魔力を解くことができるのか。できたとしてもそれはヒルダ自身も殺してしまうことになるかもしれない。このコスモはまるでこのゴッドローブの中から語りかけるようなコスモは、オーディン、オーディンよ、俺はあなたを信じる。アテナを救ってみせる。てぇヒルダ、俺はヒルダを、沙織さんとアテナのコスモが消え去ろうとしている。ヒルダ、答えてくれ。ヒルダ、俺はアテナもこの地上を救うこともできなかったのか。そしてこの手でヒルダまで、オーディンよ、俺の希望は消えたのか。沙織さんは、アテナは死ぬのか。この地上は滅びるのか。オーディンよ、我に力を与えたまえ。このヒルダの罪を償わせ、この命に変えても地上を、アテナを守らせたまえ。ヒルダ、私の祈りが通じればまだこの地上は救えるはずです。ああ、沙織さんの、アテナのコスモは消えてはいない。いや、それどころか輝きを増していく。さ、沙織さんが。おお、ご無事でしたか。アテナ、セイヤ、みんな。私はポセイドンの魔力に魂を操られながらも全てを見ていました。アテナやあなた方に犯した私の罪を許してください。フレア、あなたにも辛い思いをさせてしまいましたね。お姉様。ヒルダ、あなたこそ私たちよりずっと厳しい試練を受けたのです。しかし、その苦しみと悲しみを無駄にしないためにも、これからもこの美しいアスガルドを守ってください。お約束します、アテナ。このアスガルドは、蘇ったオーディンローブと共に必ずこのヒルダがどんな邪悪からも守ってみせると。ジークフリート、あなたたちにも誓います。
アスガルドの7人のゴッドウォーリアとの死闘の末、7つのオーディン・サファイアを集め、バルムングの剣によりヒルダをポセイドンの支配から解いた聖夜たち。こうしてアテナの命、そして地上の平和が守られることとなり、ようやく聖夜たちにも平穏が訪れたかに思われた。しかし突然の大津波がアテナを襲い、そのままアテナは謎の敵に連れ去られてしまう。果たしてアテナをさらったのは何者なのか。聖夜たちにわずかな休息も与えることなく、新たな戦いの幕が切って落とされたのであった。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la fin du chapitre d'Asgard. Sur ce, ciao tout le monde.